うーわー、桜ぼちぼち咲いてますね。京都の方がもう満開みたいですよ。私痩せたい、あのレオナ見たくなりたいじゃん、今年の春レオナ見たくなりたい宣言。あ、番組なのかな、自分はあの、まあ、ゆっくり桜を今週見たいなと思います。桜まだですね、半分ぐらいですかね、咲いてるの。もうちょっとですかね。今年はあの花見の手で行ったんですけど、まだ桜咲いてなかったんですよ。そうだから特に桜がどうのこうのはなかったんですけど、あ、目の前ではできるんだけど、まだその桜が小さいもんで、あんま好きです。桜はね、富士宮まで、お寺まで行ってきました。でもあんまり咲いてませんでした。桜ですか、どういうこと。あ、なんか桜にまつわるコメント。桜、はい、桜っすか、何を考えてなかったな。私の彼女、あ、桜エビ食べてきました。あ、桜エビ、今日初競りだったらしくて、大井川の、大井川の港で、はい、ですね、桜エビの初物を食べてきたんで、グッドインフォメーション、70日くらい長生きできるらしいですよ。初物を食べたということで、はい、桜どう、桜どうだったかって。あ、これカメラなんですね。はい、あんまアップにされると。ということで、たらふくご飯食べてきました。そうですね。そう、私も同じ花見に参加してたんですけど、ちょっと枝見で終わっちゃいました。ゆっくり見れるのも多分今年は無理かなって思って。ピンク、ピンク桜、今年はね、見に行ったんですけど、まだあまり咲いてませんでした。はい、桜、この前花見したんですけど、残念ながら枝見で終わってしまって咲いてなくて。枝見で桜を踏みします。卵を産む系の子供が宿ってます。怖い顔、怖い。あ、さっき誰が言ってるか言わなくて。桜の思い出、え、なんだろう、桜、お疲れ様でした。桜ですか。うちの前も桜並木来たんですけど、え、桜、桜といえば、テーマ桜らしい、テーマ、あ、テーマ桜、はい、桜、桜といえば桜エビ、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 初競り、コングラスネーション。これが漁業協同組合だけは朝市ありますからね。朝市、朝市、朝市、4月29日。はい、静岡の方が遅いみたいです。遅いですか？よくわかんないですけど。ね、咲いてないですね。けど、なんとか頑張ってうまいこと咲かせたいと思いますので、よろしくお願いします。見頃ね、土日見頃かななんて思ったけど、いや、多分寒の入りで一気にちょっと。つい最近まで寒かったじゃないですか。なんか弦がいくつもあるよ。弦12弦ですけど、よろしくお願いします。じゃあこれからだ。昨日だ、本当に。あ、はい、はい、見に行ったら全く空いてない。おお、じゃあなんか調子こいてこれからなんかあの花見に行きますね。プラカなんて書いたんですか。インパルス、インパルス、インパルス、ブルーインパルス、違う、やりますよ、サプライビを食いに行こう、バッチリアピールさせていただきますのでよろしくお願いします。持ってけ、来いよ。桜の木の下で死にたい。それでピンクなんだね。
そうです、あ、たまたまです、たまたまです、さすがだね。しかもピンクのユニフォームあるんですけど、あ、ピンクにしてくれたら、ピンクもあるんですよ、ピンクもある、これユニフォームですけど、ね、いいですね、桜エビ、桜エビカラー、背中なんですか、そうですね、他の地域満開ですもんね、ちょうど見頃、そう、この辺だけちょっとおかしいですけど、そうなんですね、そっかそっか、でもいいですね、うー、これね、別撮りで、別撮りで、ダイジェストになります。こちら、でも今年あれですよね、この辺ちょっと開花遅いですよね、そう、新しいね、全てにおいて新しいことが始まるかなと思います。好きですね。好きですね、桜、思い出がたくさん詰まっております。悲しい思い出の方が多いかもしれないですけどね。桜ちゃんに振られちゃいました。桜咲く季節になんかこうちょっと人生のこうすっ転ぶことが多かったですね。桜色です。ちょっとでも痩せないと、痩せないと。桜咲きます。何を言う、桜咲きます、大丈夫、それぐらい桜好きです。はい、はい、これ音声だけですか、え、違うマジで、あ、そうなんですか、はい、よろしくお願いします。今年全然咲かないもんだから、あの 花見の機会を逃してしまいまして、いつの間にか咲いて、なんかいつの間にちょっと散りかけてるんですけどね、まだ今年は咲いてないよ。あ、まだ咲いてないんですか、なんだ、もう散ったのかと思ってた。これなんじゃないかなと、あの、計算とかないんで。今、咲き誇っちゃった、マリンレディ28歳、よろしくお願いします。でも今は楽しく桜を見れてます。車を珍重したからな。そうですね、桜咲く季節に車を買いました。あ、いいですね。はい、楽しく車の中で花火をしてます。とっても嬉しいです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。